前波組の中にねあのー、マキシマムエイタソちゃんっていうこれはちょっとそうかなマキシマムエイタソちゃんが LINE <ー>ライ,ンイブ今夜やりますみたいなのを<ー>ちょっと実践するかっ <laughs> うらーっと思って「うら<あ>!」と思って送るボタンを押したんだよああしたら画面にもう「でっかいタワー」みたいのが <laughs> <laughs> すげえ <laughs> 何やってんだ俺っ <laughs> <laughs> でもう卒業ライブです 最後の最後1曲だけ歌わせてって言ってスタートしちゃうぜ春田死ねっていう俺が一番好きな曲を歌ったのよ涙ツーで出てきちゃってさはぁってなって大好きだよなんて言ってえつねこっちに言ってくれて俺もだよって言って輝いてたね輝いてたね最高だったね目赤くなってたよねホントに街メイ曲じゃ卒業おめでとうんだよこれ イチのターン電波組ってアイドルいるじゃないですか。はい。あの、電波組インクね。さっきもね、かけてましたね。そう。その中の、うん、あの、赤のさ、古川みりんちゃんって子がね、うん。あの、ちょっと前に、うん、あの、結婚したんですよね。はい。うん。うんうん あの、サイキックスオの災難の、サク作者の先生と結婚してるんだよね。そうなんうん。そうそうそう。で、俺、ミリンちゃんとは昔、オハスタンレギュラーで一緒だったんだよね。うん。うん。だから、なんとなく、ニュースで出てきた時に、うん。あの、ミリンちゃん結婚したんだって思って、あじゃあなんか電波組やめんのかって思ってたら、ああ、の、やめなかったんだよね。あ結婚で。そう。やめんぞ。あえ、既婚者でアイドル続けんだって、なってたの。うん。 そしたら、今年の1月に、第一子妊娠ってニュース出てきてお<ー>、ああ、え、ミニちゃん妊娠したんだってなって、ネットニュース見たら<ー>、あの、体調を見て休むこともあるかもしれませんみたいなこと書いてあって<ー>、え、アイドルって 続けんのみたいな。うん。まあ、すごいあんまり今まで。すない。で、俺、全然さ、やっぱアイドル、興味ないから。はいはい。うん。あの、共演してる時も、もう、電波組のライブとかも全く見たことなかったんだよね。うん。だから、なんかこの機会に、ちょっと見てみるかって思ったわけ。うん。あと、俺はちょっとね、アイドルの中でも、電波組のライブだけは、なんとなく見ないようにしてたわけ。お、なんでなぜなら、あの、俺が、 あの、20歳前後の、あの、一番ネットにね、こう、どっぷりハマってた時期に、ニコニコとかの前世紀ですよね。うん。うん、いわゆる、電波ソングってあるじゃん。うん。アニメの曲とかで、すげえなんかピコピコして、ただ可愛いだけの歌詞並べたみたいな、なんか、ゾクッとする感じのさ、あの、脳みそとろけちゃうみたいなさ、うん、<laughs> なんか変な気分になるみたいな曲があるでしょなんとなくわかる、うん。何言ってんのこれみたいな。うん、オタクしかわからないみたいな。早口でみたいな、うん。そう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 ,そう。<ー>みたいな、あの、一般の人が聴いて、めちゃくちゃ恥ずかしくなっちゃうような。なんとなくわかる。感じの曲、電波ソングって言うんだけど。うん、まあ、ちょっと脳がとろけそうだけちょっとわかんないけど。わかんないのかよ <laughs>、うん、それ以外はなんとなく。脳トロ。脳トロソングみたいな。脳トロって言うの脳 <laughs> トロって言うんだけど。<laughs> そういうのを、俺はやっぱネットで漁って聞きまくってたわけ。その時期に。うん。だから CM とかでたまに流れてくる電波組の曲がまさしくそれだったんだよ。はいはいはい。アイドルソングってよりは電波ソングっていう感じの、だから電波組っていうのかなと思ったんだけど。そうなの。そう。だから、あ、ちょっとやべえなと思って、あの、その CM のソングとか聞いてて、なんかこれ聞き出したら、多分俺ハマっちゃうわって。 なんか、って思ってて、同時に、やっぱ、電波ソングって、なんかオタク界隈で、とどめとくもんだろうって、いう気持ちがあるんだよね。うん、あ,あの頃の感じから言うと。うん、CM とかで、そんな、聞かさないでよって、なんか、<laughs> やめてやめてって、なんか、<ー>やめてやめてって、なんか、思っちゃう、この、うわーって、 なんか、うんう、いいんだけど、ちょっとやめて、ねうん、っていう感じが、あってさ、うん、聞かないようにしてたんだけど。ちょっと遠ざけてた。うん。だから、この間ね、その、みりんちゃんのニュースがあってから、うん、このライブ映像と曲をね、この、見てね、うんはい、聞いたりしてみたら、ちょっとやっぱりドンピシャーってさ、<laughs> <laughs> うわそうだよね。好きだったけどね。すげえって、良すぎるって、なって、このゾクッとする感じ、聞いてて鳥肌立っちゃう感じ、すげえいいんだよなって。なんだこいつ。感じになっちゃうんだよなよかったよな、当時。そうなんだよね。メンバーも買っちゃいた、手たりなんかして。そうかそうか。で、なっちゃって、とにかく MV と、このライブ映像を、もう見漁ったの、俺は。あさりまくって。 そしたら、この電波組の中にね、うん、あの、マキシマムエイタソちゃんっていう子がいるんだけど、ああ、うん。そう、めちゃくちゃ元気で、うん、本当ポジティブ担当みたいな、うんうん、で、その子がね、こう、パフォーマンスしてる時、うん、あと MC の時とか、とか、うんまあ、とにかくもう、 めちゃくちゃ明るいわけ。うん。うん。本当にこう、ネガティブなこと言わないし、あと、裏のこととか言わないわけ。はいはいはい。とはいえ、アイドルとはいえみたいなことも言わないわけ。わうん、だからさ、俺なんて人間はまず、こう、ひねくれた目でさ、うん、そういう子を見て、うん、どうせなんかキャラで作って本当は嫌な子なんでしょみたいな、思っちゃうんだけど、うん、全くずっと見ててもそれを感じさせないわけ。うん。うすごいな、つって。うん。ちょっとマキシマムエイタソちゃんいいなってなって。 これはちょっと、押そうかなって思ったの。うん。でもさ、あの、俺にはやっぱデス押しっていう能力があるわけじゃないですか。それがちょっとよくわかんないよね、その能力がね。アイドルを押し出すと、その子がすぐ卒業したり解散しちゃったりするわけじゃないですか。過去あったね。過去もう、結構100%に近いほど、ほぼほぼね。なってんだよね。悲しき能力なんだけど。でも、ちょっと気になって、 ってしょうがないって言って。これはもう、しょうがないわ、つって。押してみようか。あだーうん。思って、もうこれ3週間前ぐらいです。はい。に、マキシマムエイタスちゃんのことについて、俺調べたの。はい。そしたら、もはや、あの、今月2月に、あの、卒業するってことを、去年の11月ぐらいにもう発表してたのね。うん。ええ。いや、ちょっと待ってと。もはや、デス押しって俺の意思を超えてきてるいや、そうだね。 もうその、そっち、なんかもうその、真相心理でも動き出しちゃった。予告ですみたいな。怖っ。ことあんのってなって。いや、嘘だろってなって。でも、しょうがないと。あと3週間だけど、これは応援しよう。ああ、まあね。うん。で、卒業までと思って、こう、見れる動画とか、ほとんど見たんだよ、俺。だいぶハマったね。で、YouTube チャンネルも、もう、全部見ちゃって。うん。見終わっちゃったぐらいで、通知が携帯に来たわけ。うん。 そしたら、うん、マキシマムエータソちゃんが、LINE ラ,ライブ、今夜やりますみたいな、<ー>ツイッターで言ってて、はあ、見ようってなったの。すごいね。で、俺 LINE ラ,ライブ見たことなかったけど、うん、アプリダウンロードして、めっちゃくもう、エ<あ>ータソちゃんのために。そう。はあ、で、準備して、うん いざこみよってもう準備を整えてさ、配信が始まったんだよ。で、またこの LINE ライブって見たことあるお前。いや、ちゃんとはない。ないでしょ。これはね、すごいんだけど、だから投げ銭があるわけよ。で、何百円とか何千円とかみんな投げてて、金額に応じて、画面にハートとかプレゼントとかバンって表示されるわけ。その配信者に分かるようになってんだけど、やったことなかったけどさ、どうせならと思って。 俺もちょっと投げ銭するか。<laughs> まあ、せっかくならね。そう。好き、をしてるわけだもんね。これのだ、ただ、すごいのが、ああ1000円以上から、コメントつけれるんだよね。はぁ、あ。あようになってんだよ。どういうことえ、どういうこと何百円とかだと。何百円とかだと。できんだけど、ああその、何百円とかは、画面になんか風船とかが表示される。表示されるけど。表示されるだけなわけ。はぁ、あ。でも、その、コメントをつけて、 その、遅れるっていうものが、1000円以上になってるわけですよ。うん。だから、ちょっと1000円投げようと思って。<laughs> なんか、テディベアがなんかあったんだけど。書くなら。うん。で、ちょっと、最近ファンになりましたと。<laughs> まあまあ、そうね。うん、まずそれ言わないとね。応援してます。もちろん、俺とわからない全然アカウントなんですよ。うん。で、送るのボタンを押したら、うん、もう画面にテディベアみたいなのがバーンって。<laughs> だろ祝いからの。したら、マキシマの英サゾちゃんが、あ、最近和になってくれたんだね。ありがとう、応援してね。って言って、うえ、うわ、拾ってくれたじゃん。なに何これ、嬉しいうるせえな。嬉しいよ、これって。嘘マジでコメント読んでくれんじゃん、と思っちゃって。すご凄すぎる、これは、と。思ってね。うん。今までなんか味わったことない感覚なわけ。うん。いや、楽しいな、これ。 だってね。ちょっとこれは、できることは、何でもやるべきじゃないのかと、その時パッと思ったわけ。で、1万行こうと。え、1万とかももちろん万だ。全然ある。1万行ってみようと。ちょっと震えたよね。すげえ。で、コメント書いて。 卒業ライブ頑張ってください。応援してますと。で、うらっと思って、送るボタン押したんで、したら画面に、もう、でっかいタワーみたいなすげええぇ立ってね、マキシマムエイタスちゃんも、うわ、嬉しいありがとうって、ありがとうございますって、なって喜んでくれてね。で、その後も配信見てたんだけど、 また、さらにね、あの、この LINELIVE のすごいところが、うん、この投げ銭した金額が多い順に、うん、これランキングが表示されてるわけですよ。はぁー。うん。すごい。<ぁ>ランキングとこ見たら、<ぁ>表示されてんだけど、<ぁ>こうパッと見たら、俺1位になってて、うん。え うん。その日そう。ん。その配信で。うん。うん。いや、俺1位じゃマジかあ、そうそう。だから1000円と1万入れてるから1万1000円。うん。だから、しばらく、こう見てて、あ、1位だなと思って見てたんだけど、もう、これが、中盤ぐらいでね、急転か。なるほど。いきなり、1万5000円バッて入れた人がいて。あ、一気に1万5000円。一万五千円。そしたらもう、画面中にイルカがバシャバシャと。わかんない。イルカがもう、バシャバシャと。 タワーの上なのイルカバシャバシャはそう。そしたら、マキシマム・エイタスちゃんが、うわ、イルカだみたいな。それそ嬉しいよな。これはすげえって。うん、なって、もう、こされたと思ったけど、いや、もう、これでいいと。うん。もう、どんどんこされてって、もう、マキシマム・エイタスちゃんがうる、これが大事だと。はい。うん。もう、よかった、よかった、と。 思ってたんだけど、これがまあ、ラインライブ終盤まで、見てたら、ランキング、ずっと2位だったんだよ。俺が。いいが。うん。ただ、そうなるとね、1位いけんじゃないのってなるわけじゃん。ハマってますね、これ。そう、思うじゃん。よく出てきちゃって、なんか、うん。俺が、こう1位になってやるんだって。 そんな感じで、もう最後の最後、配信の、うん、終わる少し前に、あの、だから1位が1万5千円、俺が1万1千円にね、うん、よしと、5千円バーンと、投げたの。はい。そしたら、スポーツカーがブーンって走って、そしたら、マキシマ・メイダツちゃんが、車ありがとうブン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 って。かわいい、ね。1万6千ですよ。うん、1位にバーンって踊り出て、このままいけこのまいけと。 そう思うねってうんそしたら、牧島メイトズちゃんが、またねーとか言って、それで、あの、配信終了しました。勝ったうん勝ったで、終了した。で、さ、おそろそろランキングのところタップしてみたら、俺が1位になってるんです。うわーと !1 位だ俺 !1 位になったやだーってなって。で、もうほんと、台所行ってね、うん。缶ハ杯が1本だけ残ってたんだけど、 何やってんだ俺って。何やってんだ俺って。何やってんだ俺ってちょっと目が覚めてる。で、もう卒業ライブですよ。で、配信チケットを買おうと。買ったんですよ。で、見るぞと。で、このね、卒業ライブっていうのが、 この今日だったのね。ええだからこの収録日の。で、19時から始まって、ほんとこれ始まる直前のさっきまでやってたんだよ。で、もう俺最初のさ、この19時ぐらいから、ちょっと赤坂のスタバに入ってね。うん。で、携帯でずっとこうやって配信ライブをミスターもう卒業ライブでさ、始まってから、卒業ライブなのに、 もうマキシマムエイトスさんはじ、じずっと明るいわけ。あ<ー>あ<ー>。ああ。で、他のメンバーなんか途中で泣いちゃったりなんかしてんのに。そういう感じだ。マキシマムエイトスさんは大丈夫だよ、なんて。明るくやっててさ。それがマキシマムエイトスそうなんでしょそうああ、<laughs> そうなのよ。で、 その途中で、うん、本当に、ま、電波組みの中で、2番目に俺が好きなね、うん、あの、桜、あの、アッパレーションっていう曲があるんだけど、2>, うん、2番目に好きって言っても、最近聞き始めて2番目に。全部聞いたけどね、うん、ほとんどね、うん 2> うん。2番目に好きな曲があるんだけど、それを歌い出してさ、うん、その最後のさ、あの、歌詞がさ、うん 忘れないで、バイバイ、さよならっていう歌詞なわけ。で、歌うんだけどさ、もうそれ聞いてたらもうスタバの席でさ、涙ツーって出てきちゃってさ、はーってなって、なんか、やばい、バイバイバイってなって、このまま止めのなく出ちゃうって思って、やばいってなって、でも、ほんとマキシマ・ムエイタスちゃんが笑顔でやってんだから、泣いてんじゃねえよと思ってさ、俺もう長い、泣くなって思って、 こられてねうん本当に最後まで明るくみんなへの手紙とかもなんか読んでて、うん、もう卒業ライブと思えないような感じだったんですよね。本当なんかキラキラしてる感じで終わって、うん、本当最後の最後、最後にじゃあ本当の最後に一曲だけ歌わせてって言って、はあ、スタートしちゃうぜ、春だしねっていう、俺が一番好きな曲を歌って、 たのよで、もう大好きだよーなんて言って、本当に向こうで、あの、画面の向こうで、えつつねこっちに言ってくれて、俺もだよって言って。スタバでもう、ここに来て、あの、本当に、楽屋出て。あなたずーっとそうだ、なんかイヤホンつけてて。最後、楽屋出て、もう本当に、あの、トイレの近くでこれ見てて。聞いてた、なんか見てたね、ずっと。 でも、輝いたまま、卒業していきましたよね。うーん。それね。何、今の感想何それもう、本当に、すごかった、良かったですね。それと同時に、本当に短い期間だったけど、俺の人生で唯一のこのアイドルを応援するという、活動が終わったんですよ。ったんだ。うん。輝いてたね、キラキラ。輝いてたね。ああ。 最高だったね最後今これ話しなのにちょっと目,、うん、目赤くなってたよね本<ー>当にマキシマ・メイトスちゃん、えー、卒業おめでとうねえんだよこれ一 <laughs> 1>, <laughs> 1万6000払ってメッセージ送ってんの最後よかったねー配信はこの後深夜3時ぐらいになります ずっと聞いてたもんねそうなんかね、全室とかでも途中でさ、だからスタバでずっと見ようと思ってたんだけどスタバ、なんか8時までになっちゃっててさ、ああ、そうか、今、でもう本当に映像に没頭してるから、なんか急にあの店員さんにすいませんって言われて、8時で閉店なんですよって、ばって見たら、本当、俺しかいなくなっちゃった没頭しすぎてね、そうなる、だからそういう時は個室ビデオなんで、本当に。 なるほどねそう俺の日焼坂のラストライブは俺個室ビデオで泣きながらよかったな<ー>祝いのなんか遅れてきた青春というかそう。キラキラ輝いてたねよかったねこれがまた短いからより の、なんか、ぎゅっと濃縮して輝いてたんだろうな。ね、ああ。<laughs> よかったですね。<laughs> かったですね。さあ、最後、におえさんからお知らせなんですね。はい、そうなんですよ。あの、2月20日の土曜日ですね。あの、午後1時からなんか TBS ラジオで放送する週末ノートってバービーがやってる番組はい,、はい。なんか呼ばれて行ってきます。うん。なんだその言い方。<laughs> 聞いてくださいだろいやいやいや、なんで呼ばれたのかもわかんない。<laughs> 同期のね。俺別に告示とかなんかあるわけじゃない。同期のバービーがやってるやつね。行ってくるという。何話すのまあ気になる方はちょっとぜひね。聞いていただきたいと思います。ということで全ての宛先は ht.tbs.co.jp。スピッツでハヤブサでした。え先週の放送聞いたリスナーからメール来ております。ラジオネームタック。岩井さん。 先週の電波組についてのトーク感動しました。本当に最高の卒業ライブでしたね。彼これ6年くらい電波組のオタクやってますが、岩井さんのような密度の濃いオタ活、素晴らしいと思います。憧れました。まさに駆け抜けた場所に仕掛けた夢。先週のトーク聞きながらこの歌詞が浮かびました。あの3週間の岩井さんにぴったりだと思います。これからもエータソのこと一緒に応援していきましょう。いやー、マキシマムエータスちゃんね。本当に卒業ライブよかったんですよ、本当に。マキシマムエータソ 電波組インクの、はい。にハマ で、卒業ライブ見て涙したり、ラインライブで課金しまくったっていうですね、岩井さんが。本当に卒業ライブのこのね、あの、みんなへの手紙、うん、あと、ファンからの卒業証書、うん、これもよかったですしね。えー、あと、卒業ライブ後の、あの、YouTube、うーん、見させていただいたんですけども、ほあのね、お寿司をね、お寿司を食べながら。いいす、岩井さん。これだから、安いけどね、あの、マス梅の、梅のお寿司だけどなんつって食べながらね。細かい描写は 本当にあんまり食べれないから。いいよ。ちょっと来ちゃって。先週。いや、すごかった。本当に可愛かったね。いいよ。うん。いや、ちょっとずつ食べてのね。いい。いい。多いぞ。何すか静止を振りほどくボケ。やめろよ。止めて、こっち仕事してたからこっちはもう。ちゃんと。ちゃんと止めてるのかこっちは。走り屋だからや振り切るね。振り切っちまえ。ぶっちぎってやるよ、お前なんか。 <laughs> この、ラインライブね。うん、投げ銭の面白さを知ったわ、みたいな。うん、震えながらね。いや、面白かったな、言ってましたけどもね。うん、その、についてもね、来ております。はい、神奈川県ラジオネーム、まだ鶏に,になれない。うん、先週の放送で、岩井さんが電波組インクのマキシマムエタソさんに投げ銭を送ったお話をされていましたが、はい、サンシャイン池崎さんも YouTube でハンターハンターのネテロ会長を模した、感謝のジャスティスを1万回繰り出し続けられるか、という企画を行い、うん、投げ銭でなんと、 234万円という大記録を打ちたれていました。ハライチのお二人は今後の活動として配信などを考えてらっしゃるでしょうかすごいね。すごいね。池崎すごかったよ。すごい。俺、ちょこちょこ見てたんだけど、いやーもうなんかね、本当に最後泣いてきちゃって、池崎が。いや、俺も見た。いや、最後の最後まで声出てんのね、ちゃんと。すごい。すごい音がすごいんだよ。異常だよ。うん。 めちゃくちゃ声出てたね。やっぱりさ、なんか、すごいね。池崎のこのさ、なんて言うんだろう。あの、小細工なしな感じ。そうね。ジャスティスといえば、連覇組のね、あの、愛の手でもジャスティスってのはやっぱありまして。そうすると、毎日いいな、一日に思えたりして。すごいな、素晴らしいですよね。週間でしょううん。ということで、そうか。 我々はやる予定ありませんうーん,んさっきのね <laughs> さっきの質問ちょっと <laughs> ああやる予定ね,ないですね第1のターン電波組の中にねあのー、マキシマムエイタソちゃんっていうこれはちょっとそうかなマキシマムエイタソちゃんが「ラインライブ今夜やります」みたいなっと<ー>するかっ <laughs> うらーっと思ってああ送るボタンを押したんで<あ>したら画面にもう。

最後の最後1曲だけ歌わせてって言ってスタートしちゃうぜ春だしねっていう俺が一番好きな曲を歌ったのよ涙ツーで出てきちゃってさハーってなって大好きだよなんて言ってそんなこっちに言ってくれて俺もだよって言って輝いてたねキラキラ輝いてたね最高だったね目赤くなってたよねホントに街の名曲じゃ卒業おめでとう何だよこれ ハライチの岩井ゆ紀です。サビューです。この時間 TBS ラジオから全国14局ネットでハライチのターンオークしております。エイタソちゃんジングルできてる。長いっすねちょっと長いぞ、ね <laughs>。ちょっと1分はんですか<ー> <laughs> すごいね。期限もうもんとほ,ほぼトーク聞いてるみたいな。<laughs> <ん>今日はもう何も収まりきらないら。<laughs> <laughs> オープニングから。<ー>ダメですよ。さあ、ということでこちらのコーナーに参りましょう。東急ハンズの店員は優しい。 ェゃんとガバーナーあの香水のせいだよ <laughs> レッツゴーでしたっ <laughs> なんかにちゃった <laughs> <laughs>